宇野ま宇る、うのまさる、うのまさる、1958年5月30日体は、千葉県創作市出身の元プロ野球選手、内野手、外野手、野球指導者、野球解説者。長子商業高校では、遊撃手、三番打者として活躍。周期関東大会県予選決勝に進むが、奈良市の高野宇野実に完封を騎し春の選抜出場を一する。 の夏の甲子園に出場。エース佐藤仁氏、住金鹿島の投打にわたる活躍もあり、準々決勝に進むが、この大会に優勝した、大美林公の松、元吉慶、明大明治生命に抑えられ敗退。一年下のチームメイトに、後に、プロで同僚となる中堅守の小野明がいた。のシーズン後半から一軍に定着し、遊撃種。 二塁手として十一試合に先発出場。二は、正岡オカ・から遊撃手の定位置を奪取し、二は、初の規定打席、二十九位、打率、二百四十五に達する。二は打率、二百八十二二十五本塁打の高記録を残し、三番打者としても五試合に起用された。しかし、守備面では安定感を欠き、九百七十九年以降七年間で六回の、 リーグ最多失策を記録している。8月26日の対読売ジャイアンツ戦で、7回裏の守備の際に、山本孝二の打った飛球を取ろうとしたところ、目測を誤って、ボールを頭部に当てるエラーがあった、詳細は、ウノヘリング事件を参照。ノリーグ優勝に貢献。西武ライオンズとの日本シリーズでは、全6試合に6番、遊撃手として出場するが、 20打数4安打1打点を至球と存在感を示せなかった。は37本塁打で、掛布正幸、阪神タイガースと本塁打王のタイトルを分け合った。この年の129試合目と130試合目、シーズン最終戦は対阪神戦だったが、両軍投手による掛布、宇野の遠合戦の末、両者が本塁打王を獲得した。 129試合目の7回裏にしまん類で打席が回ってきた際にも歩かされているが、保守が15試で補給したため敬遠とはならず、記録は死休となった。またベストナインにもこのシーズンを含め3度選出されている、その他に。自身の1シーズン最多本塁打はの41本塁打で遊撃手のシーズン本塁打としては最高である。中日の選手会長だった。 平野健ケが西武ライオンズにトレードで移籍したため、その後任として選手会長をから2年間務めた。中日時代はシーズン20本類以上を9回、うち30本以上は3回、40本以上は1回、記録し、3度もベストナインに選ばれたが、当時のセントラルリーグには山下大輔、高橋義彦、河井正弘、池山龍冠といった人気。 実力を兼ね備えた遊撃手が存在していたため、オールスターゲームにはなかなか出場できなかった。二、立浪和義が入団すると、前年のベストナインでありながら、遊撃のポジションを立浪に譲り、ロッテに移籍するまでにいる一種、三類一種としての出場が多くなった。同年の西武との日本シリーズでは、前後試合にいる一種、小番打者として出場、日本一はならなかったが、 第3戦、第5戦で、本類をお花月を吐いた。のシーズン前に、記者団から目標を聞かれ、3割、30本、3投類と宣言。しかし、辰波和義、カ種田人志、前原・博之との定位置争いに敗れ、オフに、長島・清之と共に、コ野隆博、横田・正之との交換トレードで千葉ロッテ・マリーンズに、移籍。オフ、成績不振。 出場機会減少により、ロッテから戦力外通告を受け、移籍先が見つからなかったためこの年限りで現役を引退した。当初は、星野戦一の監督復帰に伴い現役選手として、中日復帰が内定していたが、高木森道が10.8決戦で、日本プロ野球を盛り上げた功績を評価されたことで、監督留任が決定し、立ち消えになった。うのが、 中日復帰時に再びつける予定だった背番号7は一緒にロッテを退団して中日へ移籍することが決まったメルホールがつけることになった。引退後、カラまでの9年間は名古屋テレビ、メテレと東海ラジオで野球解説者をまたデイリースポーツ市上で評論を務めていた。カラまで中日の打撃コーチを務めた。この間、 にペナントレースに言いながらもクライマックスシリーズ制覇で出場権を得た同年の日本シリーズで日本一及びアジア一となる。それまで1982年の日本シリーズと1988年の日本シリーズに選手として2004年の日本シリーズと2006年の日本シリーズにコーチとして4度とも中日側から出場しているがいずれのシリーズも負けして涙を飲んでおり、 初の体験であった。コーチ時代には、名古屋ドームの試合終了後、ベンチからスタンドにサインボールを投げ入れるサービスをしている。2009年度より再び、東海ラジオ、2010年度からは、目、テレ、名古屋テレビの野球解説者となり、落合監督就任時からコーチとして、チームに在籍した経験を生かした解説を行っている。また、新たに、 日韓スポーツの野球評論家も務める。メテレには中日のホームゲーム中経験がないため、ビジターゲームのみの出演となっている。彼は再び中日一軍打撃コーチに就任し、シーズン後に軍打撃剣総合コーチに配置転換されることが発表された。10月4日に球団から来期の契約を結ばないことが発表された。 からは再びメテレ東海ラジオ解説者、さらに東京スポーツ評論家を務める。東京スポーツでは、コラム、フルスイングの起きを担当。1980年代が前世紀で主に5番を打ち、長距離打者として活躍したが、強振するスタイルの影響もあり、本塁打を獲得した年は、リーグ最多の117三振も合わせて記録する、前年も97三振で、 リーグ祭を記録など、三振が多かった。一般的には、遊撃手は守備での負担が大きいと言われるが、宇のの場合は三塁手や外野手として出場した時が、打撃不振になることが多かった。前世紀には、8月に調子を上げて、本塁打を量産することから、ファンやマスコミから、ミスター・オーガストと呼ばれた。現在でも当時でも、数少ない遊撃手の長距離打者であり、 1985年の41本類打は、遊撃手部門における、歴代最多本類が記録であると同時に、遊撃手唯一の40本類打。前年の1984年に、本類打を獲得しているが、これは、遊撃手唯一の本類打を、通算本類打も遊撃手部門の歴代1位である。萌えよドラゴンズ。79では、8番ののが、 スクイズバントという歌詞があるが、スクイズをしたことがないとコメントしている。そもそもは、守備を評価されての入団であり、守備範囲はまずまずで強権だったものの、リーグ最多失策を7回記録している。また、成功率の低い盗塁をたびたび観光し、78盗塁に対し96の盗塁詞を数えている。 日米野球に強く4試合出場して5本塁打を放っている。さらに1試合2本塁打を2回記録しており、これは日米野球で1試合2本塁打を達成した5名、うのの他に、川上哲次、大沢春、江藤新一、松井和夫の中では4回を記録している王に次ぐ記録である。1982年4月24日の対、対応戦。 横浜ではユニフォームを忘れたため、背番号77をつけていた、飯田幸男コーチから借りて、試合に出場した。相手チームの矢ジの中、宇野はその試合で、本塁打を放つ。後に、宇野は2003年オフに、打撃コーチとして、中日復帰した際に、その背番号77をつけている。1984年5月5日の大太陽戦、横浜で、 ライトへの浅いフライを打ち、ライト高木栄一のエラーで出塁したものの、一塁走者の大島康則を追い抜いて、アウトになり、やはり年末のプロ野球珍プレイ、高プレイ対象に大きく取り上げられることとなった。これも、うのの珍プレイとして、特に前日のヘディングとともに、フジテレビ系の番組で、ミノモンタのナレーションで放送されることが多く、フジ系のゲストに呼ばれることが多い。 なお、このプレーに関しては、打球の行方を追い続けて、走り出そうとしなかった、大島のミスであったという説もあるが、ライトが取れそうな浅いフライの行方を追い続けて、走り出そうとしなかった、大の判断は当然のプレーであり、一塁で止まらなかった、宇のの方がミスを犯しているという見方の方が強い。また、大島自身も後日、自身が打ったレフトへの平凡なフライを、 レフトが落球してしまい、一塁走者の谷沢健一が慌てて二塁へ走り出したが、大島が谷沢を追い抜いてアウトになり、宇野と同様のプレーを犯してしまっている。ヘディング事件の後から、チンプレイ番組では、宇野のエラーやミスを集めた特集が、毎回のように組まれるようになり、本人は毎回のごとく紹介されるのを嫌がっているが、著書、ヘディング男のはちゃめちゃ人生では、 ヘディングはやってよかった。感謝していると書いている。著書は現在絶版である。2000年の勇者のスタジアムプロ野球コーチンプレー、日本テレビで20世紀のチンプレイランキング2位に輝いた1位は、辰川光沖は、司会の江川拓から、宇野選手にとってチンプレイとはと聞かれ、他人のは面白いですね、とコメントしている。また、 自身のヘディング事件については忘れてましたねとコメントした。ロッテ時代、先発投手の吉田敦氏が打球を受けてベンチで手当てを受けている間、遊撃手の守備位置を離れマウンドで投球練習を開始。これを見た日本ハムの小川光一が打席に入り、宇のの投じた球を打ち返した。打球は両手を広げた右翼手、マックス・ベナブルの頭上を越えていき、 場内が笑いに包まれる中、苦笑を浮かべたうのは膝をついていた。高知時代、2004年の落合監督初優勝の、翌日、川崎健二郎の引退試合で、一回終了後、川崎の胴上げを、中日、ヤクルトの、両チーム選手がしようとしたとき、高知ではうののみが飛び出し、しばらくしてから気づいて、ベンチへ戻っていった。相性は、うー、ん、やん。 現役時代の応援歌の原曲は、ウルトラセブンのウルトラ警備隊の歌の前奏、感想、構想、いずれも同じメロディ。ロッテ遺跡後もこのテーマが使用された。高い人気を誇っていた選手であり、打席に立つと、スタンドには、宇のの顔を模造した巨大な、宇の人形が現れ、チベットのマスクダンスさながらの熱狂的な応援が繰り広げられていた。成績も、 さることながら、あまりにも、上記のヘディング事件の印象が強く、現在まで続く、チンプレイ・コープレーの番組誕生となる礎を作ったとも言える点で、プロ野球が、バラエティ番組の素材となる傾向を、結果的に後押しした選手である。1987年に、中日に移籍した、落合博光と打撃の話で何度も徹夜したという。落合は打撃に関して、 うのをかなり信頼しており、監督就任時末先に、打撃コーチとして声をかけている。宇野自身も、落合さんが来て、初めて、チームバッティングというものを教わったと発言するなど、落合を尊敬している。退任後も互いに、笑顔で会話を交わすと、その関係はなおも良好であった。これまでに二度結婚している。本類打王獲得の翌年、1985年に、 前夫人、宇のの熱烈なファンであったと言われると離婚したが、その原因は前夫人の浪費によるものだった。給料を球団管理に置くなどしたが、結局離婚に踏み切る。この際、前夫人の借金、約8000万円と言われるを、宇野はすべて自分で引き受けたが、前夫人の悪口は一言も口にしなかった。辛労もあってかこの1986年の成績は不審だったが、 星野監督が就任した翌1987年には30本類だと見事に復活している。後に中部日本放送 CBC アナウンサーだった寺、島忍と再婚している。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。